佐々木真奈美はフリーアナウンサー。元、ユース、山形テレビのアナウンサー研記者。北海道出身。北海道札幌東高等学校を経て、早稲田大学第一文学部を卒業。大学在学中はアナウンス研究会に所属。2010年春、山形テレビに入社。飯塚智樹アナウンサーは同期入社。ユース、山形テレビに入社が決まってからは、 地元の J リーグチーム、モンテリオ山形のファンとなり、応援し続けている。2013年9月、ユースの公式 HP 内の自身のブログにて、同局退社を報告。同年10月から、キャストプラス所属となり、TBS ニュースバードのキャスターに就任。2016年5月末をもって、TBS ニュースバードを降板し、ほどなくして、キャストプラスを離れる。 その後自身の SNS サイトにおいて、渡米することを示唆している。その後、アメリカのノースカロライナ大学チャペルヒル校で、客員研究員として、ジャーナリズムを学んだ後、現地ニューヨークでアナウンサーとして活動。TBS、ビジネスクリックや、フジテレビ、目覚ましテレビ、文化放送、斉藤和美ニュースワイド先取り、などでリポーターをしている。 2010年の入社初年度から、ユースの地上デジタル放送推進大使を務め、地デジへの切り替えを PR する CM にも出演している。6月26日土曜日の朝だ。生です旅サラダでは、リポーターとして、山形県上野山市の桜んぼ園からの生中継を担当した。8月10日には、バイオハザード4アフターライフの候補を大使、 全国アリス隊イの一人に任命され、全国27都市当日限定のスポーツ仕様の特別号を山形駅前で配布したほか、9月2日に六本木で行われたワールドプレミアにも参加して、レッドカーペットの上を歩いた。8月24日には、同局の夕方のニュース番組、ユースゴージダスの臨時キャスターを初めて務めた。9月には、ユースアナお仕事修行堂で、 鶴岡市、湯の浜温泉の旅館、亀屋の中井さんの仕事を体験。9月18日には、旅サラダに2度目の出演。白鷹町からの中継リポーターとして、もがみ川の落合湯ゆと道の駅白鷹屋な公園を、タレントのラッシャー板前と共に紹介した。ユースゴジダスでは、佐賀江市の農家の田んぼを借りて、新しい県産ブランド米、ツヤ姫を育てる。 佐々木学美の艶姫日記も担当。入社直後の2010年5月から手植え、追肥、稲刈りなどの作業に取り組んだ。ユースゴジラス11月24日放送の水曜情報局では山形県民には馴染み深いスポーツ県民化を題材にしたリポートを自ら企画、制作した。12月14日には同月23日の映画、相棒、劇場版2。 警視庁選挙。特命係の一番、長い夜公開前の PR イベントに参加。婦人警官に奮して、主演の水谷豊、大川光弘にインタビュー。12月31日には、テレビ朝日系列で毎年大晦日に放送されている、全国おもしろ、ニュースグランプリ2012、案系列26曲のアナウンサーの一人として、出演。女子アナ部門パート1では、 佐々木奈美のツヤ姫日記のロケの際、田んぼに長靴がはまって抜けなくなったハプニングが紹介された。ご当地グルメ部門では全国2位にランクインした山形どんどん焼きをリポートし、スタジオゲストにも振る舞った。2011年4月4日よりスーパー J チャンネルユースゴジダスのキャスターを担当。6月25日には旅サラダに 村山市からの中継リポーターとして3度目の出演。大谷知沼の純菜つまみと純菜を使った料理を紹介した。10月15日には旅サラダに真室川町からの中継リポーターとして4度目の出演。室町時代から伝承されている里芋の一種、ジンゴウモン芋を紹介した。ありがとうございます。